注意、測定値によるとここは安全です。警告、これよりセーフエリアを離れます。状況分かってんのか。全要員へ、20番通りの公園付近で盗んだ衣料品の売買を確認。疲れた。物資を一緒に探してくれないか。それまで助かるよ。敵の通信傍受が早まるほどこちらにとって有利になる。全要員へ、20番通りの公園付近で盗んだ衣料品の売買を確認。物資を一緒に探してくれないか。助かるよ。火炎弾施設を潰したのか。やったな。
いや、手助けに感謝する。ありがとう。薬を本当に必要としている人たちに届けるわ。お前はこの辺の出身じゃないから、アイスマンのことは知らないだろうな。数年前に近所を恐怖に陥れて、ドライクリーニング店を経営してたカップルの命を奪った。そいつが戻ってきたって噂だ。警官まで何人か死なせて、印を残していたそうだ。偶然だろうけど、お前が来たのと同じ頃に現れたから、万一ってこともあるだろう。そうじゃないって証明するためにも捕まえてくれ。
アンテナが壊されたか何かしたらしい。本部との通信ができない。奴らは俺を外に出そうとはしないんだが、お前ならここの連中はアンテナをいじらせてもいいと思うぐらいお前を信用してるだろうから、誰も文句は言わないはずだ。また勝利の知らせを聞いた。はっきりとな。この調子ならどっかの通りにお前の名前がつくかもな。まあ路地ぐらいなら、でなきゃ公園のベンチとか。全要員へ、アベニュー C の公園の救急物資付近でライカーズを確認、回収を要請。こちら、スパロー5。現場に向かっている。警告、敵が接近中。やっと、まだ来るぞ。接近中。警告、敵が接近中。接近中。
確認。スパニー隊員、現場到着。交戦準備完了。よくやったわ。この物資で多くの人が助かる。奴らのことなら分かってる。ここで何をしてるんだかは全く分からない。だが皇帝、ウォーレンゲート発電所は長く残るものを作ろうと考えていた20年代に建てられた。マンハッタンの大部分はここから電気の供給を受けてる。だからそこを抑えるためにチームを送ったが連絡が途絶えた。最後の通信ではやたらとライカーズと言ってたから、チームと発電機は危険にさらされているだろう。発電機を失えば多くの人々が電気を失う。その人々を失えば。よし、エージェント、チームが全滅したと仮定する。まあ現実的にな。まだ生きている者の心配をしよう。ライカーズを追い出し、発電機から遠ざけるんだ。気をつけろ、貴重な荒い奴らで追い詰められている。
そうだな。まだ死ねないよな。立派な正義の味方だもんな。だがこれはお前らの見せるような映画じゃない。俺たちのショーだ。これは誰の味方をすればいいかなんて問題じゃない。問題は電力なんだ。お前らが必要とする電力は俺が掌握してる。俺の思うがままだ。たった一度の大爆発で全てを終わらせられる。街は暗黒の時代に戻る。俺たちのものにならないならどうしてやる。狙いは正しかった。この世界じゃ欲しいものは自分で手に入れるしかない。俺たちはこいつを奪った。大切つもりはない。何かしようとすれば爆発で全てに繰り返してやる。俺たちを放っておけば今夜も無事な暖かくしていられる。これ以上やれば全員が暗闇の中で死ぬことになる。検知できません。よし、奴らを片付けろ。安全に近い状態になったらエンジニアを送って機械のきちんとした査定を行う。おお、生きのいい連中が爆弾を全て解除したようだな。だが別に構わない。次の計画に移るだけだ。この場所をめちゃくちゃにする。出力を最大にして叩き潰してオーバーロードさせてやる。全てを破壊して地獄まで道連れだ。それはまずいな。タービンシステムに圧力をかけ続ければ。そうだ、発電所ごと、もしかしたら区画ごと吹き飛ぶかもしれない。いいか、こういう古い発電所には自動化される前に使われていたバックアップの手動式バルブがある。このバルブを見つけて開けて圧力を逃がすんだ。急げ。
言っただろう。発電機が圧力の増大に対応できる間だけだ。放出してやらないと発電所、それにスカイタウンの大部分は実情から消えてしまう。圧力を逃がせたが、まだ上昇中だ。全て止めるなら中央制御室だ。さあ行け。
安定化。よし、爆発もせずサイレンも止まった。無事に乗り切ったようだな。すでにエンジニアチームを送ってある。残りの仕事は任せろ。やめてちょうだい。お前の仕事は終わったから帰っていいぞ。町から電力を奪うつもり？必要に応じてね。この町には私たちの居場所がない。私たちに居場所がないなら他の人の居場所もなくしてやる。それまでは死ねないね。私は歴史神道へ戻る。ここを守るか守らないかは任せるわ。好きにして。これは決定的瞬間ってやつだ、エージェント。彼が言いたいのは、私たちが尊敬すべき同僚の音声を傍受したということ。彼はこの状況を利用してる。逃がすわけにはいかない。わからない。もうウイルスは十分蔓延してないか。使い方の問題なんだ。もし俺がこの誰かが作ったドルインフルのスターターキットを手に入れれば、一部の奴らは俺を襲うことにかなり慎重になるはずだ。兵器化されたウイルスより銃の方が自衛には向いている。視野を広げろ。可能性を考えるんだ。医療インフラはもはや存在しない。世界は西部開拓時代に戻ったんだ。しかも当時より品が悪い。好きな時に確実に死をばらまければ俺は強力な立場に立てる。そしてワクチンの主な材料をコントロールできればそれも役に立つ。それでさらに殺すと誰が気づく？殺しではない。殺せるという脅威だ。そして奴らに助かるかもしれないと希望を与える。世の中は崩壊している。それぞれの集団はかつて文明があった場所で自分たちの縄張りを切り開いている。そこで意味があるのは切り札だけだ。倒したな。怒りが収まらない。彼らに置いていかれた。置いて。固定電話で連絡が入った。固定電話だぞ。信じられるか。こんな状況の中でこいつだけまだ使えるなんて、まさかって感じだよな。とにかく悪い知らせだった。市民が部屋に閉じ込められて抜け出す方法がない。放っておいたら飢え死にするそうなんだ。普通なら俺が行くところだが、ここから離れるなって奴らが言うもんでね。だからお前に任せるよ。よければだが。英雄ブルマはよせ。混乱時にお前がいてよかったよ。
市民確保。どういうつもりだ。お前がここの連中を救い続けてくれてるから俺の仕事が取られそうだよ。もちろんありえないけどな。注意せよ。一番街の公園付近にライカーズの拠点を確認。応援を要請。
东西可以给我的吗？管理官からパトロールへ。ライカーズがスタイベさんとのスケートリンクで武器取引。警官の奴らがくたばるまで休めないな。俺は誰の指図も受けない。この町は俺たちが手に入れる。以来です。警告、敵接近中。警告、敵が接近中。通知、爆発物を検知。ジョエルだ。このメッセージが無事に届いているかわからない。母さんに愛してるって伝えておいて。すぐに家に帰るってうまく言っておいて。母さんが信じるように。いいか、思い悩んでほしくないんだ。お腹が空いたよ、ダニー。まったく腹が減った。捕まえられるなら鳩を生で食えそうだ。セラの連中が蛍光色を配ってたけど数が足りなくて暴力を振るう奴もいた。俺はやってないけど避難はできない。上は怖い。脳が内側から蝕まれるみたいだ。嘘をついた。俺も暴力を使った。だけど食料は手に入った。折り返しの電話はしなくていい。管理官からパトロールへ応援を要請。 JTF が一番街の公園で猛攻を受けている。警告、敵が接近中。
近中。なしでは無理だった。こんにちは。言いたくないけど物資が少し不足してるの。それにライカーズの目をかいくぐって物資を届けるのに苦戦してる。知っての通り、奴らはまだうろついてる。ライカーズ統計務所からの電話を有料受信する場合、星印を押してください。うん、ララへよ。何の用だ？私のことは知ってるわね。私のために働くか、もしくは無線通信を傍受。グラマシーの東17番通り駐車場だ。どうやって大量の銃を仕入れたんだろうな。 JTF を襲撃したんだろう。っていうかそんなのどうでもいいだろう。増援依頼です。警告、敵接近中。警告、敵に接近中。警告、爆発物を検知。接近中。通知、爆発物を検知。接近中。警告、爆発物を検知。ありがとう。銃撃戦はお手の物。
にちは。言いたくないけど物資が少し不足してるの。それにライカーズの目をかいくぐって物資を届けるのに苦戦してる。知っての通り奴らはまだ不足してる。お見事。あなたならうまくやってくれるって思ってた。セーフハウスにちょっとした感謝の印を用意しておいたわ。政府エリアに侵入します。あんたの声が聞こえてきそうだ。本当にありがとう。この地域に大きな貢献をしてくれたわね。いい刺激をもらったわ。